toilet paper. どうも皆さんこんにちは。燃えた。で本日はですね、こちらのなんかトイレに閉じ込められるという神ゲームをねやっていきたいと思います。トイレットルームスっていうことで、なんかドア開けれるんだけど、何この無駄な機能。もうトイレに閉じ込められるとか最高でしかないから、プレイ。はい、やってきましたよ。やっぱもう男の夢かもしれない、トイレに閉じ込められるってことは。あ、なんか、え、あ、あ、え、あ、もうなんか足音でか、足音でかいし、いきなりトイレから始まんの。あ、あ、あ、そういうことか。なんか多分だから要するにこの穴に入って落っこちた先がトイレというね。はいはい、あるあるだよね。穴があって落ちたトイレみたいなことあるもんね、よく。あ、やばい、これ ライターしかないんだ、俺の明かり火、ともし火は。これ命のともし火で、これがなくなったらもはや終わりです。え、マジでめっちゃちっちゃくはないけど、ま、マジでトイレなんだけど、見てこれ。え、鏡があって、なんか古いね。よくわかんない。これ開けるんだ。開けれる、普通に開けれるトイレだった。ハイテクだ。え、これなんかいるとかや、いるとか、まあまあまあ、と、OKOKOK、なるほどね。ここ開いてたからね、最初から。ここ怪しいけど。まあ一応。ほらー、なんか入り口あるよーって。なんか入り口あるよーって。OK、一応トイレ全部開けたけど。こいつは何なの？あ！トイレ流せる。やっぱハイテクなんだけど、全部流せる。やばい、流せるわ。音うるさい、音うるさい。もうわかんない。誰かがどっかから監視してるかもしんない。見てるよーってね。これ言っていいの？え、何これ？あ！またトイレだ。あ、でかいわ。隠れトイレだった。隠れ、隠しトイレだ。え、もう嫌なんだけどね。ちょっと待って。音が嫌だ。全部トイレ、全部トイレだ。全部便、トイレじゃ全部便器だわ。トイレの神、何これ、何これ。やめて。全部便器で怖いんだけど、便器開け、便器見たくない俺。脱出しろってこと、これは。このトイレゲームの趣旨は脱出しろってことなの？え、そういうこと？マジ全部便器で、ほら。便器、便器46号、便器47号。あ、走れる、一応走れるわ。もし何かが襲ってきたら、走れます、皆さん。安心してください。50メートル走2秒の男。でも進むしかできないからね。なんか、え、なんか、うわ、またあるんだけど。しかもなんか赤いんだけど。これ血だよね。もうやばいじゃん、やばいやつで、と、しかも広い、広いトイレだ。こっち広い、すごいんだけど、ほんとに。なんか音する、音する、音する。ちょっと待って、怖いわ。こっから落としてる。やばい、もう。息に上げて、息に上げて、息に上げて、トイレ、電気トイレ。オッケー、怖い時はどんどん喋っていきましょう、皆さん。最近トイレ、トイレって言ったら何ですか？トイレと言ったらやっぱりね、うんこ。え、何これ？もう、ちょっと待って、ちょっと待って、行きますよ。行きますよ。オッケー。変な声した。変な声した。いや、待って、怖い。変な声した。トイレの神様の声だ。便器がある。流しとく？流してないから怒ってるみたいな。俺いつも流すよ。俺いつも流します。俺いつも流します、トイレ。しっかり。怒らないでください。いつも、しっかりいつも流してます。え、どっから落とした？こっちからした？やめて。お願いします。一生、便器大切にしま、大切にしますから。ね？あ、誰かいる！え、嘘でしょ？ちょっと待って。このトイレに閉じ込められた人かな？俺みたいに。生きてんの？もしかしてここで。おいしくない？アヒルいる！アヒルがいる！アヒルは想像、ちょっとも想像してなかった。アヒルがいることを。こんにちは。喋れんの？あ、喋れる！私は人に長い間会っていないと。まあ、それはそうだろうな。このトイレ、よくわかんないトイレに住んでたら。あなたは誰？ここはどこだと？待って、足音する。あなたは誰？俺はお前と同じ人間だ。そして今後、ここに閉じ込められた人間だと。ここはどんな場所だと？俺もよくわかんない。無限に続くトイレらしい、ここ。
便器が無限についてるし、どのくらい長い間いたのとここに。あ、もういつ朝か夜か分かんない、もういつ朝が来るとか夜が来るとか分かってない、それぐらい長くいたと。はい。あ、時計がないから分かんないらしい。あ、どうやってここでね生きてきたの、どうやってここで生きてきたのって。マットレスを見つけてそれ寝てると。待って、食事は、あ、水はまあ便器とかから飲むらしい。最強やんマジで。うわ、で食料はここに住んでる昆虫らしい、虫。やば、この人もう顔がもう死んでるもん。さすがだわ、やっぱトイレにねずっと住んでるとこういう顔になります。皆さん、じゃあ最後の質問ね。アヒル、グース、どこで見つけたの。これ一番気になるでしょ、これ絶対みんな気になるでしょ。あ、グースをパイプでパイプの中にいたらしい。で虫とかを殺して持ってきてくれるらしい。おー、いいね、アヒル、グース。こっからどうやって出れんのと、俺には分かんない。もう出ようともしないらしい、この人。さすがもう人生終わってそうな顔してるもん。さすがこのお方の顔がもう全て物語ってる。え、やばい、なんか不気味な音がこの近くから聞こえて、こっから逃げるのが怖いらしい。あ、なんかグースが鍵見つけてそれくれるって。どこ、これ、あ、どこ、鍵、もう鍵持ってんの俺。アヒルちゃんありがとう、アヒルちゃんが鍵見つけてくれた。あ、怒ってるね、アヒルちゃん怒ってるね。やばいな、この人。すごいな。よくもう、諦めてる、すべてを。ちょっと尊敬してるもん、今。尊敬してる、もはや。ありがとうね。まあ、頑張って、俺は、行くよ。またどっかで会おう。よし、行きましょう。ちょっとこの人怖いし。今、不気味な音したって言ってるけど、鍵もらったからね。その鍵を使って、脱出するしかないんじゃないのみたいなね。ちょっと怖くなくなってきたって言おうと思ったけど、やっぱ便器なのよ。どこ開けても便器なのよ。やっぱ人がいるっていいね。一人じゃないってことが嬉しい。それがあっただけで。あ、待って。え、これだよね。え、これだよね、鍵。で、こんな近くにあるなら来ればいいのに。行くよ。これだよね。絶対、でも、ドアの、明らかにドアが違うから。行きます。開いた。まだあるの？うっそ。戻れない。しかも全部便器開いてる。あ、いや、びっくりした、これ手かと思った。板材だ、板材。何、板材がある。あと便器全部開いてる、もう言った。 OK、 行きますよ。この無限に続く便器の中、俺は脱出する。ねえ、ちょっと待ってやだ見える、アヒルっぽいのいる。何これ、え、何これ、アヒル取っていいの？あ、流すってこと？あ、やばい、喋ってる！人間をよく聞け。お前はここに、あ、ここに捕まってて、お前は俺の助けがいると便器を喋ってる。しかし俺はお前の助けも必要だと。パイプが詰まってて呼吸しづらいと。はい。あ、プランジャーを見つけて助けてって。おお、あのプランジャーのうんこシュポシュポするやつ見つけて、それ助けてくれた後俺が助けてやるみたいな。なんか普通に便器と喋ってたんだけど俺、普通、これこんな普通に便器と喋ってた。まあでもプランジャーが必要って言われたから、あ、こっちあんじゃん。え、こっち、え、こっち行き止まりじゃなかった、さっき。まあいいか、まあいいか、別にいいの、別に、もう全然もうびっくりしない、便器と喋ってんだよ俺だって。あ、トイレペーパー、なんか便器、え、どうすんのこれ、便器、なんか便器襲ってきてんだけど。おい、ま、え、お前はトイレットヘッドに飲み込まれた。何す、何、え、歩く便器、え、これ最初から、え、あ、違う、こっからだ。さっきね、でもこれに挟まったのよ。あいつそんな足速くなかったから、俺の 50m 走の2秒にはついてこれないと思うんだよね。来るよ。なんか、ゲップ出る。オッケー、見て、こう来るじゃん。こっち、こいつアホだから、こういうことよ、こういうことだ。
ギリギリ、オッケーオッケー、わかったわかった、皆さんわかりました。歩く便器男から逃げる方法、いや、これ拾えないの、トラップ、あ、こっちあるわ、こっちあった、あ、あー来てる、普通に来て、なんかいい、なんかいい、ちょっと待って、ちょっと直線で行ったと思ったら曲がってきやがった、え、フランじゃどこ、あー、ちょっと待って、想像以上になんか鳥肌立ってたわ、すごい、俺今ニワトリだ俺、オッケー、わかった、でもわかった、右に行けるってことに気づいたから、これでかいよ、活路を開いた、オッケー、先に行って、こいつ頭結構頭いいから、プランジャーどこだよ、でもこ、え、どっから来た、あいつ、あいつが来た方角にあると思って自然だよね、プランジャー、シュポ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 タイム、やばい、こ、ちょっと待って、やばい、ないんだけど、え、え、ちょっと待って、追いつかれてる俺、追いつかれてる、あ、いや、あんま追いつかれてないよ、お前なんだここ、おお、ないんだけど、シュポシュポ、え、あるあるよね、絶対どっかには、な、同じとこくるくる回ってる気するんだけど、もう全部便器だからわかんない、うわ、やばい、でも意外とこいつもなかなか 50m 走2秒ってことだ、ファンジャー、おお、なんかなんかなんか変なとこ来た、なんかパイプ屋敷、パイプ屋敷、絶対ここにあるやろ、絶対ここだ、わかる、俺には、俺ね、マジでプランジャーとの心がつながってるからないわ、あ、あ、でも音が聞こえない、あいつのってことは出し抜いた、さすが勉強ごとぐらい、あ、死んでる、あ、これ、あ、違う人だ、でもプランジャーゲットした、あのアヒル男かと思ったら、やばい、ええ、なんか行き止まりなんだけど、え、ここ、ここ、あ、やばい、行けた、え、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、あの歩く勉強とこ自由自在に部屋変えれる形、うわー来てる、追いつかれないよね、お前なんかすごいんだけど、ちょっと待ってね、ここさえ、ここさえ、え、追いついてる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 、え、無理じゃん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 、ない。どういうこと、死んだってこと、俺どういうこと、え、どういうこと、今、え、今捕まったの俺、音しないよ、え、あ、違う、逃げ切ったんだ多分ギリギリ、あ、あ、しかもさ、あれだ、喋る便器喋る便器ってもう普通に言ってるけど、え、でもプランジャー持ってき、あ、来た、いえ、しぼしぼ、急げ、すっきりして、すっきりして、あ、来た、ありがとう、俺の命を助けてくれた、そして約束通り俺はお前助けてあげようと、こっから出て出るのに、いいよマジで助けて、早くトイレ見たくない、俺の友達が出口まで連れてってあげる、恐れるな、彼はあなたを傷つけない、いや怖いよ、あ、え、パイプい、え、なんか、なんか生きてるパイプに吸い込まれた。え、ちょっと待って、もうなんか頭の処理が追いつかないんだけど。分かったかもしんない。あっ、え、待って、何、海に出されたんだけど。え、え、何、え、下水、排水溝みたいなとこ。何これ、もう分かんない。パイプ屋敷。誰かいるし、死んでね、こいつ。しかも、なん、死んでる、なんか便器部屋の後パイプ部屋に来たんだけど、え、もうちょっと待って、この空間はあらゆるトイレ関係のものが生きてるってこと、なんか生命を与えられてる、どういう仕組みなのかよくわかんない、本当に謎の神ゲームだけど、でも俺は進みます、たとえどんなことがあっても進むのをやめない、よし、人間、俺はシャワーだ、怖がらせたらごめんね、怖が、ビビった、家に帰りたいんだろ、え、何人かの人がここに何年も生きてるらしい、
しかしお前俺を初日に見つけたと。お前たくさんの質問があるだろうけど、あ、でも質問に答えないらしい。答えないんかい、と言っといて答えないんかい。やばい、俺が初めての人間らしい、ここ出んの。おめでとう。心配するな、俺が家まで送ってやろう。そしたら悪い夢のように思うだろう。でもトラウマにな、何このシャワー、早く帰らして、トイレ男来るよ。どうやって帰んの。あ、水が上がってきてる。喋るシャワーによって水がどんどん増えてって帰るってこと。俺、あ、やばい、消える。あ、消えた、ま、ライター消えた。もうちょっと待って、よくわかんない、よくわかんない、本当にわかんない。なんか、トイレルームじゃないよ。え、最後どうなったの。最後俺自分の家のシャワーに出たってこと。ジエンド、ちょっと待って、今まででプレイしたゲームで一番混乱した。でも無事脱出できたということで、皆さんもね、もしもしだよ、よく知らないトイレに突然落とされたらね、喋る便器を探しましょう。